ね、やる気が出ない時ってあるよ ね。この5秒のやる気の法則で5、4、3、2、1、5とか言ってもいやマジやる気出ねえよっていう時ってよくあるじゃん。ここでね、ちょっとブライアン・トレーシーから教わったチーズの方法っていうやり方があるんだよね。でこれをみんなにシェアしたかったんだ。どういうことかっていうと、スイスチーズさ、スイスチーズなのかな、チーズに穴がいっぱい入ってるチーズってあるやろ。それをちょっとイメージしてもらいたいんだけど、どういう方かっていうと、例えば仕事じゃなくてプライベートで家の掃除をしないといけないっていう時あるわけよ、ね、でじゃあまあトイレの掃除にしようよ。これからトイレの掃除かよ。 Alright。 でトイレの掃除やりたいんだけどできねえなっていう時は、とりあえずウェットティッシュみたいなのあるじゃん、トイレ拭くやつ、あれを出してほんのちょっとだけやって、もう本当にもう5分2分でいいぜ。2分から5分のちょっとのトイレの掃除を作業して終わらせるのね。だから全部をやるんじゃなくて、マジこれだけなんだよ、ね、これをチーズの方法って世の中には呼ばれてるみたいなんだよ。どういうことかっていうと、チーズがあるやろ、一口で全部を食べるっていうんじゃなくて、ちょっとだけ食べていくわけよ。だからトイレの掃除が全部だったら、例えば床を、ね、モップできれいにして、で掃除機かけて、でそ、ね、トイレの後ろとか入ってさ、ほこり全部下ろしてさ、超大変じゃん。だからちょっとだけ一部の部分だけをスタートしちゃうわけよ、ね、でそうするとどうなるかっていうと、ね、自分がやりたいなーってなって動いてんだけど、なんか壁に当たってできない、ね、その時にガクってなっちゃうわけよ、落ち込んじゃうわけよ、ね、そうするとなんか自信がネガティブになっちゃう、なんか俺はできないな、トイレの掃除さえもできないな、本当にダメなとこなんだとか、そうなっちゃうやろ。でもそうじゃなくて、ちょっとだけやると、この壁をちょっとまあ押すっていうか、壁がちっちゃくなって押すことができるんだよね。で面白いことが起こるの、ぜひやってもらいたいんだけど、目標がめっちゃ低いから、その2分とかやった後に、あ俺偉いなって言われてる以上に、決めた以上にもっとやってるんだみたいな感じでポジティブになってきて、それでなんか調子に乗るんだよね、その流れに乗ってきて、いやじゃあもうちょっとやっちゃうぜ、じゃあ今度掃除機にかけてやるわみたいな感じなのよ。ね、これ面白いの。だからもしなんかやりたいな、やりたいんだけどできないっていう時は、本当にもう1分でもいいぜ、なんかちょっとそのスイスチーズに穴をちょっと食べるみたいな感じでちょっとだけやるっていうことをぜひねやってみていただければと思います。 Alright you guys、 ちょっと短いビデオだったんだけど参考になれば幸いです。 I love you guys and I'll see you next week. Thank you.